ゴーストトーストロースト、ゴースト。そうだった、そうだった。京次くんなんか麻袋かぶってるんだっけ。なんかよくやりきったね。まだ出番はもちろん、これから見せ場もね、盾もあるんだろうけど、まずはよく頑張ったね二人とも。本当にお疲れ様。そうくんよくやったよ、本当にありがとうね。でもそうくんのあの仕掛けようよっていうあの言葉がなかったら、今よりはもうちょっとなんか良くなかったかもしれないから、ありがとう。おふたりさーん。これはご満悦な感じかな。ネジ先輩、ずいぶん好き勝手おやりになってるじゃない。まあ脚本家の人がいる以上、本来ないことを勝手に喋るっていうのは、まあ実際はよくはないよね。ふみさんが好き勝手やっていいと言ってくれたそうなので、好き勝手やってます。その通りだ。ふみさんも一旦出番が終わったんだね。ふみさん、観客の視線取られる感覚久しぶりだわ。そっかそっか、スキニーがいた時はふみさんももちろんこう立ててというか華やかにしてくれてはいたんだろうけど、まあとはいえやっぱその当時の段階では立花さんの方が、スキニーの方が目立ってはいただろうから、そういうセリフだねこれは。ふみ、ああ、メアリー・ジェーンの台本を読んでずっと思っていた。なんだろう。メアリー・ジェーンは隔離予党の変わり者だ。誰からも理解されず怖がられてさえいる。うん。だったら、あ、だったら本当にふみさんの好きなようにやっていいんだぞってことかな。舞台をぶち壊すほど派手に駆け回った方がいいんじゃないのか。今までの甲斐さんはさ、結構私とかいろんな後輩のことを思って先輩たちの間に助言っていうか言葉を加えてくれたりしていていたけど、ただこれは私やその総君を見て感化されたのもあるんだろうけど、ただこれはやっぱふみさん自身が、あ、甲斐さん自身が思ってたことだと思う。ふみさんに自由にやってもらいたい、あの時のふみさんをもう一回見たい、自分でも見てみたいっていう、これは本当に甲斐さんの本心から自分の思いで出た言葉だと思う。自由に好き勝手にお前が思うままに。確かに今までの役と比べればメアリー・ジェーンという街の人からは理解されないでちょっと恐れられているくらいの役だとちょうどいいかもしれないな。カイ、メアリーはお前に似ている。孤独を抱えて一人寂しく生きる姿。ああ、うちのジャックエースがそう言ってんだけど、どうなんだ演出家さんよ。演出家は脚本家にうちのアルジャンヌが一番映える役でお願いって依頼したらしいよ。演出家は脚本家にっていうのは、ネジ先輩がネジ先輩にっていうことでいいのかな。1年前立花月が抜けた穴を塞ぐのに必死だったクォーツはもういない。ここにいるのは君と一緒に成長した仲間と共に戦ってくれる新しい才能たちだ。嬉しいね、こう言ってくれるのは。あとは君が彼らを信じられるかどうかだけ。これは当時のふみさんと、なんていうか、いろいろ起伏があったであろうふみさんの過程を見てきたからこそ、なんか
信じてるからこそ言える言葉だよね、ネジ先輩が。僕、見たいです。フミさんが舞台の上で自由に駆け回っているところ。白田先輩だってフミさんの舞台を見て解散のように思っていたんだもんね、きっと。あの3人でいた時だって最初に自由にしているところを見たいって言い出したのは白田先輩だったもんね。もちろんみんな思ってはいただろうけど、特に人一倍そういう思いは強かったんじゃないかな。もう一枚追加でいいですか。クォーツのアルジャンヌがどれだけすごいのか僕に教えてください。ミツ、俺は知ってますよ。立花月と並んでフミさんがすっげえ楽しそうにやってたの。舞台見てたんだもんね。あのフミさん、もう一回見たいです。鈴くんよく見たら、あの刃縁から出てきてるんだね。あれは衣装というかで小道具でつけたのかもしれないな。スフミさん、好き勝手やってください。私負けません。うわー、これどうしよう。っていうか、その前にカイさんがフミさんに、孤独でいろいろ背負って頑張ってきていたお前にメアリーは似ているって言ってたけど、そうやっていっぱい抱えて、本当にその通り、きっとカイさんが言うんだから本当その通り、みんなと一緒に混じってるようで、本当はみんなの思いをひたすらに背負ってやりたいことを我慢して、それが不幸というわけではなく、でも自分を抑えてみんなのためにやることがいいことっていうこととして、きっとフミさんはやっていたんだろうけど、その支えるべきと思っていたみんなから、フミさんの自由にやる姿が見たいんですって言ってもらえるのって、なんか衝撃というか、本当になんか嬉しいとかでは表せない、なんて言うんだろう、今日疲れるかのような、すごい清々しいとすら感じる気分じゃないかなって思うんだ。これどうしよっかな。好き勝手やってください。なんかでも、もちろん好き勝手やってくださいっていう意味で言いたいんだけど、月に立花月先輩のことを思うと、ほんのちょっとでもその代わりに私たちがなれたのかもと思うと、その当時のフミさんの気持ちや向上心を考えると、負けませんからって言って、さらにその当時のことを思い出すかのような、そっちの方がいい気がするんだ私。あえてちょっと焚きつけるというか、その方がフミさんはなんか嬉しいって感じるんじゃないかなって思うの。私負けません。そうちゃんと二人、フミさんを倒すつもりでやります。フミさんを超えに行きます。いいね、まさにメアリーのような不気味な笑いだ。普通に考えりゃ到底叶いっこないフミさんに、自分たちが支えようと思っていた後輩が超えますって言って、面白おかしくもやっぱり嬉しく笑ったんじゃないかな。すっげームカついた。いやでもそうだよね、ほんと人一倍どころか人100倍努力してきた人だもんね。まさに後輩仲間のために、その後輩から絶対負けませんからって言われたらねえ。え、懐かしいわ。そうだった、月さんと一緒に舞台に立つたびに思ってたんだよ。あ、よかった。そう、なんかこういう気持ちになってほしいなと思って、血がたぎるような気持ちで、俺が一番だ、絶対こいつ任してやるって。おい相棒、相棒って言い方。
当時はさ、だってなんだこいつはって、おめえなんてやめちまえっていうところまで言ってたのに、相棒って呼ぶんだよ。そんでそのカイさんがフミさんのことを、お前は本当に一人で孤独で頑張ってるんだって本心をつくかのようなことを言い合う中で相棒って、ああもう最高すぎるこの舞台、このジャックジャンヌの人間関係。クォーツのジャックエースとアルジャンヌがどんなもんか、ここにいる奴ら全員に教えてやろうぜ。フミさんにとってもうカイさんは自分と同等、それぐらいの本当にパートナーなんだね。最高だな。俺らが最強だったな。ああフミ、出番だよ、暴れておいで。楽しみだ、フミさんどうなるんだろう。客席で見て、舞台袖で見る舞台もなんかなかなかおつなもんだけど、正面から見たいな。全員後悔すんなよ。かっこいいね、努力してきてるって絶対わかってる、自信があるからこそのこのセリフ。ついてこれなくなっても知らねえぞ。頑張ろうね、今日だけは本当に、特にこの舞台だけは。言い方悪いけど、はったおすつもりで本当に行こう。さっきのコンビ良かったよね、特にシャルル、すごくなかったもっと見たい。嬉しいけど、このセリフが新しいメアリーにきっと上書きされるんだろうな。ただいま、おうち。かわいい。連れて行ったお人形は誰一人欠けることなく帰ってきたよ。新しいパパママに会えなくて残念だったね。かわいいな、フミさん。で、場面としてはなんかちょうどいいね。人前から戻ってきて一人になった瞬間だから、今までと演技がちょっと違っていても、一人になったことで、人前じゃなくなったことで、なんか本性的な自分の本当の姿みたいなのを出したと考えれば、すごくいいタイミングだったかもね。こんなに可愛くて愛らしいのに、島の人のトレンドにはハマらないか。トレンド、私は悲しい、私は悲しいって明るく言うんだね、メアリー。悲しくなってお腹が空いてきたよ。いいね、君たちは胃袋がついていなくって。いつかの舞台も誰だっけ、誰かに対して言ったけど、本当なんか声としてはこう高い声を出してる男の人ってはっきりわかるのに、でもね、なんか本当すごい可愛いって聞こえるの。これは喋り方とかなんか細かい技術があるんだろうけど、すごいな。さて、なけなしのお金で買った食料だ、どれどれ。はあ、まただ。また食べ物が腐っている。冷蔵庫とかはまあないんだね。昨日も食べ物が腐っていた、一昨日も食べ物が腐っていた、その前は腐っていなかったけど、その前の前は腐っていた、腐っていた、腐っていた、腐っていなかった、腐っていた、腐っていた。毎日毎日腐ったものを売りつけてくるなんてこれはどっちなんだろう、本当になんかその場しのぎで腐った、いらなくなったものを押し付けてるのか、それともなんか物が腐るという知識を得ていなくて家に置いといて腐っちゃった、いやこれは今持って帰ってきたものに対して言ったのかな。だとしたらまあそうだね、嫌がらせか、まあ家にある適当なもんでその場をしのいだって感じなのかな。島のトレンドにはついていけないや腐ったものを、腐ったものっていうのが島のトレンドだと思ってるんだね。なるほど、メアリーはこういう子なんだな。
あの頃のようじゃないか、フミ。いや、あの頃以上だ。あれが私たち76期のエースにしてトップ。私たち76期はいつだって彼の背中を追いかけてきたわ。そうなんだね、皆さん。本当に演技はちゃんと見てないけど、すごい方たちなんだろうなっていうのは節々で感じてはいたけど、そうなんだ。私にとって学園1位はいつだってフミよ。入学してから今までずっとね。本当にまさにこの期3年生の方々にとってはまさに今の2年生の田中美希先輩のような存在だったんだね。ロードナイトとしては悔しいけど、はあ、また走り出したのね、ものすごいスピードで。それでもまだ追いかけるんだろう。カイドウさんのこういうなんか、なんて言うんだろう、さりげなく言ってるセリフでなんか毎回すごいかっこいいんだよな。カイドウさん、いかにも名言って感じで言うんじゃなくて、このセリフ最高にクールじゃない。かっこいいな。当然よ、あなただってそうでしょ。ああ、俺はいつだって諦めない。フミを超えて金賞を取らなければならないからな。いい仲間たちですね、3年生。だが今は心の底から誇らしい。俺たちの同期が舞台の真ん中で華々しく舞う姿が。すごいね、フミさん。空気変わったよな。劇場の人たちの意識が全部一気にフミさんに向いた。フミさん、楽しそうだ。あんな顔をして舞台に立つフミを見るのは久しぶりだ。私ね、一回これ、ごめん、自分の話になっちゃうんだけど、これ経験があって、知り合いの人でその演技が上手だなって思っていたんだけど、なんか毎回舞台でなんて言うんだろう、華やかになれないというか、演技は上手いのに人にあんまり視線を向けられない、不思議だな、なんでだなって思っていた人がいたんだけど、1年ぐらい経ってまた舞台を誘われて見に行った時に、なんかすごい楽しそうで明るくて、まさに自由で、なんかそれを、演技自体が明るいキャラクターってわけじゃなくても、すごいね、ちゃんと肌で感じるの。この人はすごい楽しく自由にやってるんだって。そうすると急にその人が綺麗に見えて、もっと見たいなって魅力的に思えてきて、だからこれって本当にあるんだ。シンプルな、なんていうか、演技の上手い下手とかだけじゃない、何かを解放した人のお芝居ってね、本当に目を奪われるの。たとえどんなにセリフの少ない脇役でも、主人公より目立つかのような人って本当にいるんだ。ヨナガ。はい。俺は器としてフミを支える。お前は立花をしっかり支えてやれ。師弟関係な感じ、いいね。はい。カイさんにとってもソウ君誇らしいと思っていたりするんじゃないかな。さてさて、我らも負けちゃいられないね。ぜひネジ先輩の本気のお芝居も見てみたいな。まあもう脚本は決まっちゃってるから今回は見れないかもしれないけど、陽気に楽しくめちゃくちゃに、それこそメアリージェーン真骨頂だ。日課の人形作りを終えたメアリー、時刻はとっぷり夜ですが、彼女はスキップでどこかへ出かけます。そこは町外れの教会。
ここではなんとゴーストたちがマイヤマイヤマイヨマイヨ、楽しくパーティーを開いているのです。今宵もパーティー、ゴーストパーティー、俺たちゴースト、死なないゴースト。やっぱり、うん、あの鈴くん多分小道具で歯つけてるっぽいな。やえば素敵な教会に住んでいる。ああ素敵な人がいるんじゃ。俺たちゴースト、陽気なゴースト、ゴーストトーストロースト、ゴースト。そうだったそうだった、京次くんなんか麻袋かぶってるんだっけ。なんか普通にせっかくの美男子なのにイケメンが隠れてしまっている。これ前見えてんのかな。まあ顔が隠れてるキャラクターって結構魅力的でファンがついたりするから、逆にねあのブクロって役の人の素顔どんなんだろうって検索して京次くん出てきたらファンが増えるかも知れないけれど。今宵もパーティー、ゴーストパーティー。鈴くんよかったね、ほんと舞台立てて。友達のいないメアリーは楽しく歌うゴーストたちをうっとり見つめます。彼らと友達になれたらどんなにいいことだろう。しかしそれは叶わぬ夢。人間であるメアリーとゴーストが友達になることなんて。一番右の方とお友達になりたいな。教会を後にしたメアリー、海沿いを一人歩いていると何かにぶつかりました。それはかかと、人間のかかとでした。しかもかかと一つではありません。長い手足、鍛え上げられた胴体。この舞台っぽい言い回しいな。そりゃあかかとにぶつかったなら人の体があるだろうっていうのはわかるんだけど、なんとかかと一つじゃありませんみたいな、その言い方私すごい好き。海岸のあちらこちらに人間の死体が流れ着いていたのです。そういえば、あ、冒頭のナンパ船のことか。多分島の人たちは私が死体で人形を作っていると噂してた。私の人形が今にも動き出しそうなくらい人間らしいからだ。それなら本物の死体で人形を作ったらどうなるんだろう。今にも動き出しそうな人形がまるで人間のように動き出したりして。なるほど、それでカイさんが生まれるわけか。ゴーストが生まれちゃったりして。いいことを考えたよ、カカトさん。君をお人形さんにしてあげる。かかとさんなんだね、かかとにつまずいたから。君ぴったりの体を作って私がママになってあげる。We'll be right back.